マズローめちゃくちゃ簡単だよね、もうね。マズローってこうやって1234で12345あって、生理的欲求、腹減ったから食べたい、疲れたから寝たいね。でそれだけだと人間はいやいや安全なところで、安全ね。でここまで一人で暮らすためにはまあ最低限必要ね。でも一人で寂しい、友達欲しいね、愛人欲しい、愛情、仲間が欲しい、所属、グループとか会社とか行くね。でそれだけだと、やっぱ10年も働いてんだからリーダーぐらいになりたいね。お前頑張ったなと、お前部長になったんだと、今度承認されたいね。でここまで来た人で初めて、じゃあ死ぬまでに俺の人生でどうだったんだろうってね、私の人生はこういうものであるべきだから、でこれからは人のためにやってみようとかね、自己実現だってね。これマズローの欲求階層説5段階いくよ。それからいくと、それをしっかり勉強してれば、復習してれば、マズローの欲求階層説の所属愛情欲求、所属愛情欲求に相当するものは何か、ここね、食べたいから食べる、安心して食べられるように家で食べたい、友達欲しい、愛情欲しい、ここね、ここだよね、はい、生命を脅かされないこと、生命のリスクから守ることは、ここだってね、安全だよね。他者からの称賛、あ、日本語の問題だよね。これは他の人から褒められること、他者からの称賛、これはおいお前よくやったなってね、ここだったね。自分の遺伝子の継続、これ難しいんだけどね。動物ってセックスしなきゃ子供子孫作れないでしょ。だここにセックスも入ってる、生殖ね。それまた言い方変えてね、自分の遺伝子の継続、これはここですよ、生きていく、動物が生きていくためのね、生理的欲求です。好意がある他者との良好な関係、これ日本語難しいね。関心のある相手の人って、好きな人ってことね、といい関係を持つこと、まさに愛情やね、これね、愛情ね、愛情で日本語は難しいね、これね。自分自身の向上も自己実現ね、これね、自分自身の向上。あー、そっか、いきなりこれが来て、マズローは覚えたけども、この日本語はめっちゃ難しかったね。はあ、そういうことね。ああ、そういうことか。こういう難しい問題の出し方されると、うん、日本人は普通に分かるんだけどね。残念、まず1点取れなかったと、ここはね。